フランツ・バイヤーは、ドイツのビオラ奏者、音楽学者。バーデン・ビュルテンベルク州、バインガルテン出身であり、1962年より、ミュンヘン音楽大学にて、ビオラ科と室内学科の教授を務める。ビオラ奏者として、シュトットガルト室内管弦楽団やストラブ弦楽始終相談、カペラコロニエンシスやコレギウム・アウレウム、合奏団といった、小楽器オーケストラに参加している。 メロス弦楽四重奏団がモーツァルトの弦楽五重奏作品を演奏する際にも追加ビオラ奏者として参加した。バイヤーは音楽作品の肯定者として最もよく知られており、特に1971年に発表したモーツァルトのレクイエム k 6 2 6の審判が有名である。従来のジュースマイヤー版を重視しつつも、モーツァルトの実際の音楽様式に従った肯定は、 現在では広く認知されており、レナード・バーンスタインや、ネビル・マリナー、ニコラウス・アーノン・クール、フリーダー・ベルニュースらによる録音がある。加えて、彼は、多くの、特に、ウィーン・コテン派の作品に対し編集、工程や保筆を行った。1983年には、ラーベンスブルク、バインガル・テン・両子の文化賞を受賞した。2018年、ミュンヘンにて死去。 ありがとうございます。